サニアマラグルスキは、セルビアのボイボディナ自治州のスボティツァ出身の女子バレーボール選手。ポジションは、ウィングスパイカー。セルビア代表。2007セルビアユース代表の首相を務め、2007欧州ユース選手権準優勝、2007ユース世界選手権4位入賞にチームを導いた。2008年シニア初代表、北京五輪欧州大陸予選で、 セルビア代表としてデビューし、2008年北京オリンピックに出場した。2009年ヨーロッパ選手権に出場。2010年のヨーロッパリーグ優勝に貢献した。同年の世界選手権では一次ラウンドの日本戦に途中出場するなど、同じポジションのブラコチビッチの控えながらも迫力のある攻撃が魅力である。2011年ヨーロッパリーグでは三連覇。 ワールドグランプリではポジションを転向、ポイントゲッターとして活躍し、初出場で3位へと導いた。ヨーロッパ選手権では決勝で途中出場で大活躍し、チームを初優勝に貢献した。2011年11月のワールドカップ韓国戦で右膝十字靭帯を損傷し、長期離脱を余儀なくされた。2013年の FIVB ワールドグランプリで、 代表復帰を果たした。2013から14シーズンには、ブラジルリーグの強豪、オザスコへ移籍し、世界クラブ選手権で銀メダルを獲得した。セルビアゴラテン本時、サンジャマラガースキー。ありがとうございます。